3D プリンターでヘラクレスオオカブトを作ってみた。3D データは G ブラシコアで作成した。胴体をフィラメントタイプの 3D プリンターで、足を光造形の 3D プリンターで分けて造形するためにパーツを分離した。はめ合わせのダボを一応用意したけど、どうせプリントしたらサイズが合わない前提で進めた。胴体をキューラでスライスした。フィラメントタイプにした理由は、単純に光造形プリンタの造形サイズを超えているから。足と触覚は光造形タイプの 3D プリンターでプリントするためキーチューボックスでスライスした。フィラメントタイプの 3D プリンターは、デアゴスティーニの組み立てるタイプの ID ボックスを使った。フィラメントには研磨や後加工が容易な ABS のフィラメントを使った。6時間くらいかかったけど綺麗にプリントできた。ビルドテーブルはアルミ製で、防犯グッズとして販売されているポリカーボネートシートが貼ってある。これは自分のアイディアではなくてネットの情報を真似したんだけど、ABS 樹脂が糊を使わなくてもテーブルにきっちり貼り付いてくれる。足がないのでサポートを剥がすのは難しくない。触覚もプリントされているけど後で光造形でプリントしたものに付け替えるので取ってしまった。レイヤーは 0.2 ミリだけどさすがに積層痕がひどいので、モーターツールの助けを借りて完全ではないけど積層痕を減らしておいた。予想通りはめ合わせのダボの大きさがボディと足で全然合ってないので、直径 5.5 ミリのドリルで穴を拡大した。光造形プリンターで出力した足を二次硬化してからサポートを取り除いた。穴が大きすぎてゆるゆるになってしまった。触覚も後で接着した。足はエポキシ接着剤で胴体に接着した。接着剤が硬化するまでテープで仮固定しておいた。ボディ塗装は黒のサフで済ませて手抜きした。
前バネの塗装の前に、マスキングテープと小麦粘土でマスキングした。小麦粘土はダイソーで買った。前バネはミスターカラーのミドルストーンという色を使ってみた。ちなみにこの色は確か長谷川のバイク模型のカーボン部分の指定色だったので買った。カーモデルの内装の塗装にも時々使っている。前羽の模様を筆で描き込んだ。昔黒で模様を描いたらおもちゃっぽい違和感があったので今回は黒ではなくオリーブドラブを使ってみた。大きな角の下に生えている毛をダークイエローで筆塗りした。最後に目をツヤのある黒で塗った。ラベルはインクジェットプリンターで印刷した。デアゴスティーニから買った世界の昆虫に付属のラベルを真似ている。セリアでケースを探してきた。もう少し大きいケースが欲しかったけど残念ながら見つけられなかった。今度メスも作ってもっと大きなケースに入れてみたい。完成。いつかメスも作る予定。前羽のデコボコをうまく 3D CAD で作れなくて苦戦中。オスのデータは新ギバースにアップロードしてあるので、興味があれば概要欄の URL を見てください。足は光造形のプリンターを使いましたが、フィラメントタイプの 3D プリンターでも造形可能だと思います。ご視聴ありがとうございました。